そうか、まだ岸田寮のおっさんが土地狂ってないか。というわけで皆さんこんにちは、シスです。いやね、前回ジュエルビーストを無事倒しまして、で、次のイベントがまだ出てませんので、もう少しモンスター倒していきましょうか。となるとやりたいのは、武器強化、技ひらめきあたりかな。やっぱりそしたら前回あんまりできなかったゴールドドラゴンの乱獲、あれをもうちょっと進めていくことにしましょうか。まあね、スキルはあんまりひらめかないんですけども、お金稼ぎにもなりますし、進行度ね、稼ぎながら武器を強化していくということで、リガウコーで強化。で、育てるのはフランシスカとエスパーダロペラ。あとはディフェンダーとコトーカ。この4本をね、ちょっと限界までね、上げていきたいなとは思ってるんですが、まあ結構ね、まずいんで、すぐにはならないと思うんで、まあこのあたりは使いながらかな。とりあえず基本攻撃と峰打ち。ひたすらこれでゴールドドラゴンを乱獲。フライバイ。展開劇。剣戦。お？何これ？え？なんかすげえのゲットしたんだけど。何これ、え、名前がない。いやいやいや、これ超レアなんじゃないの。え、こんなことある？嘘でしょ。なんかさ、ポケモンのミュー的な、なんか隠しアイテムゲットした。スイッチバック、賛成賞。あ、ちょっと待って。何かが迫ってきてる。そうか、ウコムの海底神殿もう出てんのか。というわけで、じゃあやっていきましょうか。お久しぶりです。海へ帰れ。一応ね、聞いていきましょうか。いや、ウコムの海底神殿は前回ね、大事なウコムの矛でしたっけ、焦燥をね、取り忘れてたんで、今回2周目は絶対取りたいですよね。そしてディスティニーストーンも。泳ぐのか。さあ行きますよ。それ。やっぱり突き落とされるっていうね。さあ、そしてスイミーとの戦闘と。おお、でもちょっとレベルが上がってますね、敵の。で、一応ここまでにゴールドドラゴン4体倒して、で、あとバルハルモンスター1回やってきました。でね、成長したのはちょっとね、孤島はプラ6にならなかったですね。成長したのはガラハドのスキアボーナ。もうこれスキアボーナがね、最終強化終わりました。ガーラルソードになったんで、あとはガーラルソードが、馴染むのを待つだけですかね。そしてフランシスカもプラス1になりました。命がけで戦わないとディスティニーストーンは手に入らないんです。半分騙されてる気がするが、まあいいでしょう。まあね、ジュエルビーストに勝った俺たちが負けるわけがない。ウコムの海底神殿と、ここはね、こう見えないところ、この四角に特に宝箱が多く隠されてることが多いので、しっかり、しっかり見ていこう、しっかり。ほらほら、こういうやつや、こういうやつ、こういうやつを取り逃すんだな。パールリング。おお、来た。ウコム、ウコム、ウコム、これよこれ。一周目に取り逃してたやつ。海底ウコムの祝福を得た矛、水の術具ということで、これ水の術具なんだよね。ということはあれか、セルバを覚えて矛経由で癒しの水を使うとか、そんな感じの戦術ができるんじゃないのかな。あとは固有技が気になる。さあ、来たボス戦。今回はね、もちろん竜神障壁は使わないということで、いや多分大丈夫だと思うんだけど、どうするか。一旦目は一応ステータスダウンでいくか。のしかかり。さあ、どのくらい食らうか。うわ、結構食らう。一発でパト様死んだけど、待て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 、え、ジュエルビースト並みに強くない。待って、おかしいおかしいおかしい。下げて下げて下げて、とりあえず回復。待って待って待って、マジで死ぬマジで死ぬマジで死ぬ。ちょっと待って待って待って、え、こんなとこでゲームオーバーとかないよね。いや、さすがにちょっと
回復入れて、回復入れて、回復入れて。待て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 、敵の攻撃力がやべえ。これなんか6、いっぱい投げてくるやつだろ。2回。うーわ、死んだし。2回行動か。やべえ、やばい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 。とにかく、骨砕きを入れまくって。そもそもロックキャノンとかってさ、これ STR 依存かわかんないよね。術ではなさそうな気もするけど。あ、待って待って待って。ディフェンスアップも入れたいけど、入れる時間があるか。ロッキャノングレーで雨ぶれ入れたら、ナイスディフェンス。グレーが自分に雨ぶれ入れてて、全員に雨ぶれが入ったらなんとか耐える感じがする。なんでこんなギリギリの戦いをしているんだ。さあ、まずはここは、ここさえ耐えれば準備のターンだから、まず最初はここさえしのげば、あとは楽。アーマーブレス2体目いってー、パッといって、よし、きた、ギリギリギリ。骨砕きが入って、骨砕きで下がってないのか、術なのかこれは。しまったな、パト様の合成リバイバーも外しちゃってるし。今ロックキャノン、さあ、でもさすがハゲ、硬い。いい感じに整ってきた。土台ができてきて、アーマーブレス。くっそ、いて。ガード。うーわ、でも生きる。アーマーブレスの効果だな。さあ、これでアーマーブレス全員に、死ななければかかるので、こっから攻めに回る。死ぬな。ギリ。よーし、アーマーブレス全員。かかとギリで敵の素早さもちょっと下げとくか。牽制されて殺されるのはまずい気がしてきた。ロックキャノンもだいぶ耐えるようになったから。おー、無足、これはでかい。グレーはね、もっと強い技使わせてあげたいんですけど、なんといってもね、孤島の EP が2ということでEP 消費技はね、怖くて使えない。お、フランシスカがプラ2になってるじゃん、なってるじゃん。強化ができる。かかとギリ入れて、弾き打ち。さあ、こっからは攻める。生命波動がな、今、おー、ソリンくん廃車券だった。オッケー、ナイス連携。超流切り。かかと切ってアギが下がり。敵のね、防御を下げる技とかもあるらしいんですけども、もう一回アギ下がった。今ね、まだ覚えてないんですよね。なんで、まあ敵の防御力すごい高そうな見た目してるけど、まだ大丈夫か。なんだっけ、防御法みたいなの使ってきた気もするから、終盤になると、あと回復か、周期砲とか。なんかね、使って耐えてくるんだよね、こいつ。さあ、全力で攻撃してみた。全員攻撃。総流派とかがね、連携あんましない技っぽくて、単体は強いんだけどね、今連携しないんですよね。ちょっと連携考えたつなぎに変えてもいいんだけどな。オッケー、倒した。いやー、敵になんか大した技をさせる前に倒せましたね。さすがこっちが強い。いや、でもな、最初さ、こっちの防御力が上がる前、アマブレでね、結構一発で殺されてたから、マジで全滅あるんじゃないかと思って若干焦ったけど、自動ドアなんかさ、これ一周目でもファミマの音楽とか入れた気がしないこともないが、ここじゃなかったかな。そして、なんだっけ、闇のブラックダイヤか。オッケー。
なんかさ、これ悪魔の実っぽくない？ゴムゴムとか。あ、拍手。見事だ。闇のブラックダイヤ、お前に託そう。しかし、闇に飲まれるな。行け。ウコム様かっこいいけどさ、姿見せてほしいな。さあ、そしてこれを出るといいとこだけをね、持ってこうとする。黒ギャルじゃなくて赤ギャルが来るんすよ。赤ギャルが、いや赤ギャルじゃねえな、このね、パリピじゃねえな、これ陰キャっぽいやつ、陰キャっぽいやつ。これでもかっこいいな。さあやっていきましょうか。ミニオン、なんだっけ、ミニオンストライフかな、ストライフですね。よし、ここは一気にステータスを下げずにもう攻撃で落としちゃうか。スイッチバックとかせっかく覚えたから使ってみて、生命波動って言うからね、今合成してて、うっつっと。で、そうか、さっきね、ウコムの方向見てなかったですね。特に、これか？ん？固有技ない？ある？信頼、これか。ウコムの力を呼び覚ます。11の3。LP3 使う。まあでも、ガラハドいっぱい LP あるから、11貯めたいね。2ターンかかるな。じゃあ、ガラハドさんは2ターン断ち切ってもらうか。その前に敵が死んでたりしないかな。なんか3ターンかからずに倒しちゃう可能性がなきにしもあらずなわけだが。オッケー、効かない。ディスニーストーン、さあ連携して昇竜波動2000。やっぱもうここまで強いともう攻めに回った方がいいね。さあ果たしてウコムの矛の出番はあるのだろうか。このターンで倒しちゃうとウコムの矛の出番がない。はじき打ち、さすがに2ターンで倒すことはないかな。敵の HP が5000くらいだと倒しちゃうけど、さすがミニオン様、耐える。さあ来た、これ信頼、会心ウコムの力を呼び覚ましていきましょう。おー、かっこいい。その前に倒すとかやめてくれよ。危ない危ない危ない。さあ回復して回復して、来るぞ来るぞウコム様、信頼。あ、ウコム様？え？あ、まあ、弱っ。そうか、ウコム様にはがっかりだよ。というわけで、おー、ステータスいっぱい上がるね。これでお分かりですね。無事にね、ディスニーストーンゲットしましたね。まあ、結局サルーイン様に捧げるわけだから、あそこで取られても何ら問題はなかった気もするが。プレイヤーノート、ウコムの海底神殿。ウコムの海底神殿にディスニーストーンの一つ、闇のブラックダイヤがあるらしい。ディスニーストーン、闇のブラックダイヤを手に入れた。サルーインの手下からブラックダイヤを守り抜いた。そしてサルーインに捧げた。最後の一行がね、多分最終回で追加されますね。あー、シーンが出てる。ということは、騎士団領のおっさんが土地狂った。行かなければいけない、これは。そうしたら、補強素材、風切りを買って、シルバーさんのね、フランシスカ、ホークウィンドって名前になるんだ。風切りで強化していきましょうか。適材と。強度がマイナス1だから、武器強度強化を、これどこまでいけるんだ？あー、ここまでなんだ。攻撃性能が31か、結構落ちちゃったけど、まあ強度補正欲しいんでこれでいこうかなと思います。一応ね、これでフランシスカの強化も終わりということで、あとは馴染ませて攻撃力が上がるのを待つだけかな。
まあ最終強化が風切りだから結構修理ね2400金とかかかって、まあ大変っすよね、こう強化した武器はね。よし、としたらね、ハインリヒ様と話していきましょうか。君が来るのを待っていたよ。だがもう手遅れかもしれん。手遅れかもしれん。何が？テオドールがおかしくなり始めたのはコンスタンスとラファエルが結婚してからだ。フラーマが守っているディスティニーストーンを騎士団に引き渡すように要求した。フラーマがそれを断るとついに軍を率いてバイゼルハイムに押し寄せたのだ。よくおいでくださいました。現在の状況をご存知ですか？あれは父ではないと思っています。そういう気持ちなのは分かっている。違うのです、気持ちの問題ではなくて、今ミルザブールを治めているのは父ではなくて別のものだと思うのです。話をしてもそばにいても父の感じとは違うのです。どんなに人が変わっても間違えるはずがありません。では何者かがテオドール殿になりすましていると？そうです。そして父はもうこの世にはいないのではないかと。コンスタンス、この印の場所だな。テオドール殿が捕らえられているのは。さあ、邪教の廃墟の場所が明らかになったということで、でここに行く前にあれですよね、前回コンスタンスに話さないで行ってしまったんですけども、話してから行くとなんとね、コンスタンスがついてきてくれるらしいですね。もっと強いやつと戦おう。グレイ様、お願いします。わあ、ほんとだ、コンスタンスが同行することになった。嬉しい。え、どうなったの？さすがにここで使えるわけじゃないんだ。そうかそうかそうか、あれだよね、多分あのお父さん見つけるときに本物かどうかを教えてくれるっていうことなんですかね。じゃあ行きますか、邪教の廃墟、本物のテオドールの監禁場所。ここはね、1周目にちゃんと罠を自力で解きましたよね。このまあ半分解いてなかったっちゃ解いてなかったんだけど、このろうそくのついてる数がポイントっていうことで、最初にあえて間違えて宝箱をたくさん取りの、あー、ロブオーメンゲットした。地味にいいもんゲットしたね。まあ使う予定はないんですが、どうしようか、お姉ちゃん使う？一応ね、お姉ちゃんはローザリア系騎兵だから、探検使えるんですけどね、どうしようか。まあ焦燥とかもあるし今回はいいかな。まあね、せっかくゲットしてちょっともったいない気もするんですが、置いときましょうか。で、ここはあれですよね、この象が向いてるこの扉に入ればいいと。おー、ロブオーメン2個目。ロブオーメンってめっちゃ出るんだ。さあ、来てしまったレッドドラゴン。あのねこの途中までで散々逃げたから LP が結構心もとない。ただなんとかなんじゃないのかな、今だったら。ということで、レッドドラゴンはレアドロップがあるんですよ。なんでレアドロップ取れるまで帰れません、始まります。いやでもさ、シルバードラゴンの時はさ2回目でゲットしたんだよね。割とすぐなんとかなんじゃないのかなこれ。